時計は午後10時30分を回ったところです。小室ゆりのゆるサプリ、今週も30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション専門家、小室ゆりがお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する AK インフィニティ、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、占い癒し所薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食経、ダイアログデザインラボ提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、夜道の運転くれぐれも気をつけてくださいね。それでは今週もよろしくお願いします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家、小室ゆりです。またまた熊本へ行っておりまして、まあプライベート3割いや 2割1割かな1割、お仕事9割みたいな、そんな感じで、2泊3日で行ってたんですけれども、すごく素敵な体験をさせていただいたのでね、皆さんと共有したいなと思ってるんですけれども、阿蘇国立公園ミルクロードという道があって、ハイウェイなんですけど、ここにある阿蘇の森、阿蘇は阿蘇山の阿蘇ね、森は漢字の阿蘇の森ってぜひ検索してみてください。ここにねちょっと立ち寄らせていただいたんですけれども、ここの風景がもう最高に良くて、オーストラリアのエアーズロックを見ているような、そんな眺望が楽しめました。でここの阿蘇の森を経営している森さんっていう阿蘇の森の森さんなんですけどね、この森さんがトウモロコシの農家さんなんですって。で森さんが作っているトウモロコシっていうのが糖度20以上だから、マンゴーとかと同じぐらいの甘さを持ったフルーツコーンというのを生産販売されているそうで、もうこの時期はあの 生でこのトウモロコシ生で食べられるんですよ。生で食べられるトウモロコシの販売は、まあ、シーズンが終わったので、今は冷凍のものだけを販売されてるんだそうですけども、それでも私いただいてきたんですけど、めちゃめちゃ甘かったです。びっくりする、本当にびっくりする。ぜひね、阿蘇山の近く観光旅行行かれた方はこの阿蘇の森検索してみてください。インターネットでも結構載ってるんですよね。皆さんね、あの口コミでやっぱりトウモロコシのこと書いてます。あとコーヒー、この森さんの奥様が入れてくださるコーヒーがものすごく美味しかったです。環境は意識に勝るなんていう言葉もあるんですけど、いや別にトウモロコシにしろコーヒーにしろ普通だって言ってるわけじゃないんですけれども、最高に美味しいコーヒーと最高に美味しいトウモロコシにプラスアルファで最高に雄大な阿蘇山を360度見渡せるこのシチュエーションでいただく食べ物って何物にも勝る美味しさだなと思って、はい、体験させていただきました。ぜひ行ってみてください。あとね、バギー乗らせてもらったんです、四輪バギー。森さんから一言、初めて乗った女の子でここまでバギーを操れる子はいなかったって言われました褒め言葉いただきました、ありがとうございました。阿蘇の森ぜひ行ってみてください。さて今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントはネットでウィークエンダー。このコーナーは伝説の AV 女優と呼ばれております私小室ゆりがネットニュースをもとに日本の政治情についてお話ししております。これはですね、 YouTube チャンネル友達 TV ウィークエンダー内、小室ゆりのネットでウィークエンダーにて配信している内容をこちらでも夜サプリでもね、お楽しみいただきたいと思います。今週は43本目のこんなニュースから。慶応大政府キャンパス、性的同意ハンドブック、傍観者にならないセクハラ性暴力、大学生たちの挑戦という、こんなニュース記事をもとにお話をしていきたいと思います。
続いて毎月2週目は共感一言サプリ。映画、ドラマ、漫画などに共通するキャラ理論で異性に好かれる魅力をまとう漫画演出の専門家、共感コミュニケーショントレーナーの新田明次先生にお教えいただく男と女の幸せ演出。今週は主役になれる人と脇役にしかなれない、こんな違いをお話しいただけるという。どうして主役に感情移入できるのか、そして脇役はどんな役割なのかというのを分かりやすくお伝えいただきます。楽しみにしていてください。そして DMM オンラインサロンが大人気です。萩原八雲先生監修のあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリもお届けします。今週は忘年会のおすすめアクションだそうです。執筆のご担当は占い師の和光さんにお願いしております。番組では皆さんからのメールメッセージを募集しております。番組への感想、リクエスト、クリスマスにちなんだお話などなど募集しておりますよ。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレス yuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ。 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。ネットでウィークエンダー。伝説の AV 女優と呼ばれる私小室由里が実際のネットニュースをもとに日本の政治上についてお話ししていきます。ネットでウィークエンダー。このコーナーは YouTube チャンネル友達 TV ウィークエンダー内、小室由里のネットでウィークエンダーにて、こちら動画でお楽しみいただけますのでどうぞご覧くださいね。今週は2021年10月30日に配信されたこんなニュースから。慶応大政府キャンパス、性的同意ハンドブック、傍観者にならないセクハラ性暴力、大学生たちの挑戦という、こんなニュースが上がっていたのを取り上げた。これを夜サプリでもぜひ聞いていただきたいと思います。これはですね、大学生たちが性的同意ハンドブックを実際に作ったんですね。で、なんでこういうことになったのかというと、第三者の言動が性暴力が起きやすい環境を実は助長しているんだ。例えば飲み会で隣の席の人に最近いつセックスしたと聞かれたり、お酒の席の下ネタっていうのがまあやっぱり横行する。これをスルーすることによってやっぱり性暴力が起きやすい環境が私たち自身が作っているんじゃないか、なんていう大学生たちの疑問から起こってきたんですね。こんなのもそうですよね。痴漢にあった人に対して、なんで女性専用車両に乗らなかったのと聞いてしまう。これ実はセカンドレイプにもなるんですよね。このように自分たちが傍観者にならないようにと活動する大学生たち、彼らが注目しているのがアクティブバイスタンダー、積極的に被害を止める第三者という考え方なんだそうです。で、彼らが立ち上げた学生団体政府キャンパス、これが慶応義塾大学の学生団体として現在も存在しています。彼らが作ったのが性的同意ハンドブック。これインターネット上で誰でも無料でダウンロードできるそうですよ。 PC 版、スマホ版、ガラケー版はなかったかな、はい。で、この中に書かれていることというのが、性的同意とはボディタッチや性的な言動を含む全ての性的な行為で確認すべき同意であると解説されているんですね。実際に大学生たちも OB 訪問、就職活動中ですね、就活中に OB 訪問をした時にこの性的暴行を受けたとか性的言動って嫌な思いをした、これらが周囲の言動に強い違和感を覚えさせていると。これでね、
被害者の方も悪いっていう人もいるじゃないですか。例えばですよ、自分もその場にいたかった、はっはっはみたいな、俺もそれやりたかったの、マジかよ、飲み会でありそうじゃないですか。こういう人も実際にはいるそうなんです。こういう環境から自分たちは性暴力やセクハラがない、そんな社会、そんな世界を作っていきたいよねっていう政府キャンパスの学生運動として、この性的同意ハンドブックを作られたということで、 YouTube チャンネルの方でも取り上げさせていただきました。彼らが言うのはね、自分たちに何かしらの知見があれば、なんか違った対応がその時にできたんじゃないかって思ったそうなんです。セクハラの相談を受けた時、または性被害の相談を受けた時に、自分たちが何もその時に言ってあげることができなかった、それを変えたいということなんだそうです。この性的被害を性的なコンテンツとして消費するかのように盛り上がっている、そんな姿を見て性暴力やセクハラが軽視される、そんな風潮を変えようと思ったそうなんです。素晴らしいですよね。で、私ももちろんこのセクシュアリティへのお話をさせていただくと、聞いてくださった方は必ずこう言うんです。これを中学生や高校生たちに話してもらえませんか。実際そうだと思います。こういうセクシュアリティの話、まあ私だったらこうセックスコミュニケーションが専門になるんですけど、これを実際の恋愛が始まる前の中学生、または始まった初期団体っていうのかな、高校生に知ってもらいたいんだ、その気持ちって大事だと思う。すごくわかる。子供たちを守りたい、でもねっていう気持ちも正直あるんですよ。その子供たちを支え続ける親世代も同じように知らなきゃいけないことなんじゃないの。子供たちは子供たちの世代で考えて行動して動いている、こういう子たちがいるんだから、子供たちの世代は子供たちに任せとけばいいんですよ。大人たちが上から言う必要って私はないと思ってて、自分たちは自分たちの世代の考え方やアクションを変えていくことっていうのが大事なんじゃないかなって思ってるんですけどね。で、先ほどお話ししたアクティブバインダー、これ何なの、私もこの記事を取り上げたことで初めて知りましたし、今初めて聞いたという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。なので、このアクティブバインダー、5つの要素があります。1つ、注意をそらす。ハラスメントとは関係のない話を始めることで性暴力が起きるのを防いだり、加害者の邪魔をしたりすることができる。例えば、意図的に飲み物をこぼす、財布の小銭を落とす、こんなことで加害者や周囲の人の気をそらす。2つ目、第三者に助けを求める。お店の方、バスの運転手、駅員、先生に入ってもらう。友達もそうですね、協力してもらって被害を受けている人の間に入るっていうことも大事なことですよね。3つ目、証拠を残す。音声、映像など、このような証拠を残していくことで被害者にとって助けになることがある。証拠を残す時のコツは、自分自身の安全な距離を保つことなんだそうです。そして場所を特定する、周囲の目印を必ず撮影する、または録音しておくこと、日時も言っておく、自分の言葉でね、何月何日何時ですって、これらを守ってくださいということでした。で、この撮影をするときには必ず守っていただきたい、こんな注意点があります。状況を把握すること。被害者を直接的に助けている人がいない場合は、できたら撮影役よりも他の仲介方法も優先的に検討してみる。撮影後は、被害者に必ず撮影したという許可を取る。求めがあったらデータを削除することも必要です。そして被害者から目をそらさないこと。
相手をサポートすることに注力をしてくださいということでした。4つ目、後で対応する。その場で行動が起こせなくても事後に様子を尋ねるだけでも救いになる、助けになります。多くのハラスメントやいじめ、性被害は短時間に起こるため、その状況が終わるのを待ってから被害を受けた方に声をかけるのもいいでしょう。大丈夫？何かお役に立てることはありますか？困っていることありませんか？このようにお声かけをするというのも非常に大切なアクションになります。そして5つ目、最後、直接介入をしていく。今起きていること、加害行為があることを直接指摘するという方法。ただこれは加害者の敵意が自分に向くという可能性もあるということも気をつけていただきたい。それ不適切じゃないかな、ハラスメントだよ。なるべく短く簡潔に言葉を作って伝えてくださいということでした。この5つの方法、ぜひ私たちも耳だけで覚えておくのではなく、何かできるかもしれないという前向きな態度で、ポジティブアティチュードと言います、前向きな態度で取り組んでみたいと思います。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。毎月2週目は共感一言サプリ。ご担当いただくのは、映画、ドラマ、漫画などに共通するキャラ理論で異性に好かれる魅力をまとう漫画演出の専門家、共感コミュニケーショントレーナー新田昭嗣先生です。新田先生が教えいただく男と女の幸せ演出、今日のテーマは、主人公になれる人と脇役にしかなれない人の違いだそうです。それでは新田先生、よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。共感コミュニケーショントレーナーの新田昭嗣です。女と男の幸せ演出、今回のテーマは、主人公になれる人と脇役にしかなれない人はここが違うというものです。映画やドラマを見ているとよくわかると思うのですが、主人公というのは基本的に一人です。それ以外の共演者は皆さんすべて脇役となります。主人公と脇役の違いについて考えたことはあるでしょうか。主人公は自分の目的にまっしぐらに向かっていくことが役割です。困難やハードル、邪魔者を乗り越えて自分の目的を達成しようとするのが主人公のメインの役割なんですね。では脇役の役割は何なのか。脇役というのは主人公の様々な顔を見せるのが役割なんです。もっと言うと、主人公の周囲に事件を呼び寄せるハプニングメーカーとも言えるんです。脇役が次から次へと持ち込んでくるハプニング、
これを主人公がどうさばいていくか、これはドラマや映画の見どころにもなりますよね。ですから主人公は必然的に自分のさまざまな一面を見せていくことになるわけなんです。さて、皆さんの周囲を見渡して、皆さんが大変親しいと思っている相手の顔を思い浮かべてみてください。きっとその方の喜怒哀楽とかさまざまな面を知っているから親しいんだという気持ちが湧いてくるはずなんですね。一方で、あんまり親しくないよなという方だと、自分が知っている相手の一面が少ないことに気づけるんじゃないでしょうか。もちろん、さまざまな面を知るためには何度もお会いしたり、お付き合いの時間が必要だったりします。学生時代に親しかった友人と久しぶりに会っても、すぐに当時の空気感を作れるのは、すでに相手のことを長い期間かけて知っていて、相手に感情移入できているからなんですね。言い換えると、情が移っているからなんです。では今まさに皆さんが意識している、つまり親しくなりたいという相手に、自分の一面をどの程度見せられていますか。長所だけではなくて、短所も愛嬌のうちですので、怖がらず、かっこつけず、いろんな自分を知ってもらうようにしていくことで、相手の関係が変わってくるはずですよ。それでは今日はここまで。次回もどうぞお楽しみに。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣がお送りいたしました。新田先生、ありがとうございました。短所も愛嬌、本当その通りですよね。嫌われたくないから悪いところは見せたくない、その気持ちもわかりますが、意外とそんなところが男も女も可愛いって思ったりするんですよね。エンターテインメントの手法を応用したビジネスからプライベートにまで使えるコミュニケーションノウハウについて詳しくお知りになりたい方は、ダイアログデザインラボ、インターネット検索はダイアログデザインラボでお願いいたします。DMM オンラインサロンが大人気です。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週も十二星座で占いますよ。忘年会はこんなアクションやってみてください。それではセクシーに参ります。お羊座、漢字を引き受けたそうね。夜の漢字もしっかり頼むわね。お牛座、おしゃれなお店選んでくれたのね。今日は喧騒を忘れるぐらい思いっきりはしゃぎましょう。双子座、乾杯はやっぱり生中よね。一気には注意して飲んでね。カニ座、リモート忘年会しているのね。あなたのマウス動かしてもいい？獅子座、立食形式のパーティーを行うのもいいわね。だけど立ちっぱなしには注意してね。乙女座、忘年会の余興といったら流行りのダンスよね。夜のステップも楽しませてよ。天秤座、ビンゴゲームってこんな時ぐらいしかやらないわね。リーチが多いあなたのビンゴ、早く当てたいわ。サソリ座、今日は無礼講でいいのよ。遠慮せず全部出しちゃって。いて座、
二次会、三次会に行っちゃうのね。寂しいから四次会は私と。ヤギ座、終電にはくれぐれも気をつけてね。帰ってからあなたは鬼のような無限列車よね。水亀座、おうち忘年会もこの時期らしいわね。たくさんデリバリーしていろんなお味堪能しましょう。魚座、あらあら、二日酔いになっちゃったの？よく聞くマッサージしてあげる。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪ヤクモ、漢数字の8に空の雲と検索してみてください。そして今回の占い執筆ご担当は占い師和光さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週ね、前半コーナーでも取り上げましたけれども、 YouTube チャンネル友達 TV ウィークエンダー内、小室由里のネットでウィークエンダー、伝説の AV 女優と呼ばれております私小室由里が、実際のニュース記事をもとに日本の政治上についてお話しさせていただいております。ご興味持たれたらぜひこちらチャンネル登録、いいね、高評価お願いします。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里と、あなたの強みを発見する AK インフィニティ、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、占い癒し処ヤクモアン、恋愛スキル協会リコモ、琉球食経、ダイアログデザインラボの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いや喋りを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。お二人さん、島トゥクバ片やびら大会拝見いたしましたよ。お二人の言っていることが完全に暗号化されておりました。全く分かりませんでした。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。あなたが愛を知らずに生きてきたのなら、愛がどこにあるか決して分からないし、どう見えるか、どのように聞こえるものなのかわからないだろう。最もありそうにないところで見つけられるものなんだ。アメリカの俳優マーロン・ブランドの名言です。最もありそうにないところ、メガネメガネ、足元にあるのか頭の上にあるのか、自分の周りをもう一度見直してみたいものですね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。